ジャンピエールドラッカーは、ルクセンブルク、サンドワイウレ出身の自転車競技選手。元は、シクロクロスの選手。ドルケールとも表記される。ジュニア時代から、シクロクロスの国内レースで優勝を重ねる。2004年、フィデアサイクリングチームにてキャリアを積む。2008年、ルクセンブルク代表として、世界選手権、ロードレースへ出場するが、リタイアに終わる。2009年、 チームディフェルダンジュへ移籍。2011年、ワンティグループゴベールへ移籍し、本格的にロードレースのキャリアをスタートする。2015年、BMC レーシングチームへ移籍。遅咲きのエーススプリンターは、ライサリークラシックにて、ワンデーレース初優勝を挙げた。2016年、ブエルター・エスパーニャ第16、ステージにて、集団スプリントを制し、 ワールドツアー及びグランツール初勝利を挙げた。2019年、ボーラ・ハンスグローへ2席ジャンピエールドラッカーのプロフィールプリサイクリングスタッツ。ありがとうございます。